今、伝説は新たなる挑戦の時を迎える。ドラゴンクエスト最新作はネットにつないで広大な世界を駆け巡るオンラインゲーム。想像を超えた冒険への扉が開かれる。ドラゴンクエスト10の世界を体感するには、まずはじめにあなたの分身となるキャラクターを作ります。体型や髪型、髪や目の色、顔のパターンを組み合わせて個性的なキャラクターを作りましょう。最後に名前を決めたら、いよいよ冒険への旅立ちです。冒険の始まりは、世界から忘れられし人間たちの村、エテーネ。あなたはそこでのどかな暮らしを営む若者。永遠に続くかと思われた平和の日々に突如暗雲が立ち込む。あなたの運命は大きく変わります。邪悪な力によって引き裂かれる世界。封印された人間界を取り戻すため、あなたの魂は広大なるアストルティアの大地へと転生するのです。ここからはオンラインで一気に世界が広がります。アストルティアの5つの種族、力と勇気のオーガ、愛の歌を歌うウェディ、自然を敬うエルフ、富と技術を尊ぶドワーフ、笑いと夢に生きるプクリポ。好きな種族を選んでオンラインのキャラクターを作りましょう。ここでもキャラクターの姿はあなた次第。あなたは新しい種族に転生して、新たな大地でさまざまな冒険を進めることとなります。壮大なるストーリーが一つになるとき、仲間と共に世界を揺るがす邪悪な存在に立ち向かうことになるのです。ここからはドラゴンクエスト10のさまざまな魅力とオンラインならではの新しいシステムをご紹介。オンラインの世界でみんなで遊べる新しいドラゴンクエスト。フィールドでは他のプレイヤーを誘ってパーティーを組み、一緒に冒険に出かけましょう。助けてあげたり、助けてもらったり、仲間同士で協力することで有利に冒険を進めることができます。一人で冒険を進めたい方にはサポート仲間がおすすめ。酒場の紹介所で登録されたキャラクターを最大3名まで借り出すことができます。
ールではサポート仲間が自動的に攻撃、回復、援護をしてくれます。もしも強いモンスターに倒されてしまっても、サポート仲間の復活の呪文があれば安心です。また自分をサポート仲間として紹介所に登録することもできます。ゲームを中断している間に他のプレイヤーに借りてもらえれば、ゲームを再開した時に経験値がアップしていることも。紹介所の隣にあるダーマ神殿出張所では転職が可能。戦士、僧侶、魔法使い、舞踏家、盗賊、旅芸人、お好きな職業で冒険に臨むことができます。ドラゴンクエスト10で新たに始まる職人システム。武器を作る鍛冶職人になれば、素材を組み合わせて武器を作り出すことができます。出来上がった武器を自分で装備するのはもちろん、仲間にプレゼントしたり、バザーで売ることもできます。他にも杖やスティック、扇などを作り出す木工職人、服やローブ、ドレスなどの防具を作り出す裁縫職人。職人レベルがアップすれば、さらに高度なアイテムが作れるようになります。その他、壺錬金、ランプ錬金では武器や防具を強化したり、特殊効果を追加することができます。ミニゲーム感覚で楽しみながら職人の道を極めましょう。次はハウジングです。アストルティアの町には住宅地があり、土地を買えばそこに自分の家を建てることができます。自分の家ではアイテムを保管したり休んだりすることができます。外装を思いのままに取り替えて、自分に合った個性的な家を作りましょう。もちろん内装もあなたのセンス次第でいくらでも改造可能。素敵な家ができたら仲間を招いてホームパーティーなんていかがでしょう。また町の郵便局からはフレンド登録した仲間たちに手紙や荷物を送ることができます。気の合う仲間たちと待ち合わせして冒険やイベントに出かけたり、バカンスでのんびりしたり、オンライン世界の楽しみ方はあなた次第。心ゆくまでアストルティアをお楽しみください。そして冒険者たちは次なる大地を目指して走り出す。仲間と共に世界を巡る。オンラインゲームとなってさらにスケールアップしたドラゴンクエスト10。広大なアストルティアの世界でまだ見ぬ仲間たちとの出会いと冒険があなたを待っている。
オンラインゲームに進化したドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族オンライン。